福井県の関西電力高浜原発4号機が先ほど再稼働しました。関西電力は午後5時に原子炉を起動し、高浜4号機を再稼働しました。4号機が動くのはおよそ4年7ヶ月ぶりです。一方、先月再稼働した3号機に対する原子力規制委員会の最終検査も午後4時過ぎに終了。合格証が手渡され、3号機はこれまでの調整運転から営業運転に移行しました。東日本大震災後の新しい規制基準の下では、九州電力仙台原発1、2号機、高浜3号機に続き4機目の再稼働となります。